どうも、超絶イケメンです。いや、久しぶりですね。たまにはね、全身を見せてあげようと思ってね、このスレンダーボディをね、このスレンダーボディ、某上級国民ね、某上級国民、うん、池袋で、若いお母さんと赤ちゃんをね、引き殺して、私悪くありません、悪いのは車ですって言ってるね、某上級国民に対してね、ちょっと一言言ってんだけどね、なんか休憩7年、悪いけど70年入ってろって話じゃない。うん、いつからその何、赤ちゃんとその若いお母さんの命ってそんな安くなったの？釣り合わねえだろ、7年って。というか、もともと、ジジイなんてもう90歳だろ、あのジジイは。償うこともできねえんだよ、ぶっちゃけ。ただ、懲役70年だったとしても、70年間服役できないんだよ、もう90歳だよ。だからもうね、何もできないんですよ、もう。償うことすらできないんですよ、もう。うん。だからね、本当に年取りって生産性と将来性ねえなっていう、広がっていくものがねえなっていう、その、ね、アクセルとブレーキも分からずさ、引き殺してさ、私悪くない、車悪いってさ、もう、上級でもなんでもないじゃん。ね。まあ、基本的に年寄りってそういうもんで、年取れば取るほどやっぱ人に迷惑をかけるし、やっぱその生産性も将来性もないんですよね。うん。だからほんと思ったけど、ここで生き残るべくはさ、その赤ちゃんとお母さんだったんですよ。90歳のジジイがさ、ね、人を引き殺したジジイが、ね、反省もしてないジジイが生き延びたって、何の将来性も生産性もないんですよ。しかも償うこともできないっていう。うん。償いねえだろ、90歳のジジイさんに何させるんだよ。償いようがねえよ。ほんと、ただひたすら、その、迷惑な存在。はい、ってことでね。このチャンネルはね、そういうふざけた世の中にね、唾を吐くためにあるからな。はい。